What's up, boys and girls? どうも皆さん、こんにちは。マキュリーです。ヒットマン2017、明日の世界。今回はコントラクトミッションですね。プレイグドクターメディカルアクシデントということで、私が作ったコントラクトなんですけど、今回はこのコントラクトミッションの、いわゆる答えの一例ですね、を見せていきたいと思います。プランニング、スーツ、適当に選んでもらって、ICA19 ピストル、で、毒の注射、コイン、6ピックでいきます。いきましょう。It's go time。行きましょうか。まずはサンティスの方から暗殺していきます。急ぎなさい。初日に遅刻してしまうわよ。落ち着いて。大丈夫だよ。で、ターゲットが5人もいて、で全員その暗殺の方法が違うんで、スーツは一緒なんですけどね。ちょっと最初、難しいかなーって思ったんですが、でも実際これね、実は全然難しくないんで、難しいように見せかけてるだけです。実際簡単です。ランキングで見れるんですけど、この、グローバルのランキングでね、一人だけ、クリアしてくれてた方がいたんで、おお、やったーと思ってたんですけど、ピッキング。よし。これがそのプレイグドクターの衣装になります。はい、で、彼女その中の部屋にいるんですけど、まだ行きません。まだいないんでね。ちょっと時間がかかるんで、先に上に行ってですね、プロパンフラスコを取りに行きます。こんなの無理だろ。デサンティスさんが言ってたみたいに、暗証番号を探せよ。軽く。あとちょっと待機ですね。護衛が一人いるんで。さあシルビオ、一体何を企んでるの？これって DNA サンプル。さあ行きましょうか。なんてこと。3、2、1。あいつ完全に我を知ってる。1人目完了ですね。次、ファジオ・メネラさん。ここちょっと待機、中にいるんで、ね、一応確認しとこうかな。はい、行けてますね。クリア、移動します。オーバよいしょ。で、ここ入りましたら、とりあえずカメラを無力化しておきましょう。ピー。ドライバーを取る。で、このドライバーを使ってこれをいじります。あれ。引き続きこれをオンにすると。
で彼が座りますね、もうすぐ。オッケー。じゃあ投げましょう。よいしょ、はい、これで彼死にます。2人目完了、次3人目ですね。はい、バイバイ。事故死、あくまでも事故死です。次はテープを取って、ここ時々いるんで注意してくださいね。はい、でここ入りましたら研究所のカードキーをとりあえず取ります。これで、これを取ったらビデオを入れる。もうしばらくするとターゲットが来るはずなんで、でね、ターゲット来たら一回ね、その下に丸のやつがあると思うんですけど、その丸の大体あの辺で止まります、あの辺りで。なんで彼が止まったらその瞬間上にあるやつを撃って、3つ目の事故死完了ですね。ちょっと待つ感じなのかな。今来てますね。今彼こっち向かって来てるんで、ちょっとここで待機します。彼が止まるんで、さよう。はい、OK。あと2人ですね。1人は転落死、もう1人は、毒殺ということなんですけど、一番下まで降りてもらって、地下に入っていきます。まっすぐ行きますと1人いるんで、コインを投げる。ああ、何かあったのかもしれません。調べていきます。これが4人目のターゲットになるんですけど、普通に転落死ということで、ここから落とすだけで OK です。終了。事故死。あと一人ですね。まあ、彼は勝手に落ちたんでね。あくまでも事故死。来てるか？来てないな。上も大丈夫。さあ最後この注射器で暗殺していきます。被害者が発見された。何の問題もありません。事故死なんでね。まあ、別にこの屋敷警備員の人は気絶させる必要ないんですけどね、まあ、暇やったんで気絶させましたと。おやすみ。はい、これターゲットこっちやってくるんで、彼が来たところで後ろからチクリとお注射してあげて終わりですね。お注射の時間だ。今は停止ってことで、お注射の時間だ。こっち
これでターゲット全員完了ですね。脱出しやすいように服装を着替えて、出てすぐ右、ここ左行ってください。ここまっすぐ行くと見つかります。同業者がいるんです。おい、気をつけろ。ここも同じように大きく左回り、まあ、右から行っても多分行けますけど、一応左回りで行って、はい、OK。はい、というわけでこんな感じですね、サイレントアサシン獲得しました。ということで今回私が作ったコントラクト、プレイグドクターメディカルアクシデントの、完全ステルスサイレントアサシン獲得方法の紹介でした。ということで、まあ、初めてコントラクトを作ったんですけど、もしね、まだコントラクトを作ってほしいという、まあ、希望があればね、ぜひコメント欄に残していただければいいかなと思います。またもしそういうあのコントラクト作成の希望がある場合はまた作ろうかなと思っております。はい、というわけで、今回のヒットマンはこの辺で終了しようと思います。また次回のヒットマンをお楽しみに。 See you next time.